前田祐吉は、日本の政治家。元衆議院議員。衆議院決算行政監視委員会理事、衆議院安全保障委員会委員。民主党内では、小沢グループ、一審会事務局長、国会対策副委員長、文化団体局次長。その他知的財産権を守る、超党派議員連盟事務局長、健全なネットワークビジネスを育てる。 議員連盟事務局長を務めていた。愛知県立五条高等学校を経て、愛知教育大学教育学部に入学。その後、慶応義塾大学法学部に転じて卒業後、松下整慶塾入塾し、松下幸之助に指示。ロータリー財団より、オーストラリア国立大学留学。学習塾を営みながら、1990年2月18日の、 第39回衆議院議員総選挙に、旧愛知2区から無所属で出馬するも、法末候補扱いで惨敗する。その後、江崎雅美衆議院議員の秘書を務めた後、1992年の日本新党決闘に参画。その後、新新党を経て、1999年、民主党愛知県総支部連合会副代表に就任。 2000年6月25日の第42回衆議院議員総選挙に愛知ロックから出馬し初当選。2003年11月9日の第43回衆議院議員総選挙に愛知ロックから出馬し当選。2005年9月11日の第44回衆議院議員総選挙に愛知ロックから出馬し落選するも比例東海ブロックで復活当選。 第159回国会の予算委員会第7分科会においてネットワークビジネスに対する国家支援を要求したが経済産業省から業務停止命令を受けたマルチ商法業者からの献金受給をしていたことが判明し責任を取って2008年10月に次期衆議院選挙への不出馬を表明し民主党を離党した 2010年7月11日の第22回参議院議員通常選挙に民主党に復党した上で公認候補として比例区から出馬するも落選。2012年12月16日の第46回衆議院議員総選挙では愛知国区に国返し日本未来の党から挑んだものの落選した。2021年10月の 第49回衆議院議員総選挙では、上田政治参議院議員らによる新党からの立候補を検討したが、最終的に決闘には至らなかったため立候補を断念した。ありがとうございます。